じゃあ2個目、2つ目ですかね。はい、いきます。はい、あの無理のない計画を立てる。おお、で大体あるのが、あの休む日を入れたりしないんだよね。自分が進まないってことを、あの考えずに計画立てるやつ。毎回計画は完璧に立てるやついるんだよね、なんか。で、いついつまでにこの問題集終わらせてとか言ってやって、1週間ぐらいで、あ、終わんねえやみたいになって、また新しい問題集買ってきて、また計画立てるやつとかいるんだよね、なんか。それでまたうまくいかないと、やっぱ問題集が悪いっしょみたいな感じとか、なんか適当に理由つけて新しいの買ってきて、で、またなんか計画立てるの、1日20ページみたいな。でも、あの、今までやってないやつができるわけなくて、またあの、その、計画倒れになって、まあ、1年過ぎてくっていうのが、まあ、大体のパターンって。ちょっとやめて、痛いっす、俺は。そう、計画だと多分ね、東大に向かってんだよね。計画だと。単語帳のペースは俺、カレンダーの上では俺、単語帳のペース相当早かったっすもん、多分。計画だと、もう3週ぐらい終わってんのに。まだあれでしょ、1章とかでしょ、最初のあの、5章ぐらいあるでしょ、1章とかでしょ。それ1章ってほら、あの、結構さ、最初の方は簡単な単語とかだからさ、その、最初の方のとかだけ繰り返すんだろ、なんか、その、なんか、あ、結構やったな、みたいな。いや、マジ、それ。そう、マジである、それ。計画立てるのうまいんだよね、なんていうか。それがやっぱ快感になってくるんですよ。予定帳がこう、なんか、埋まっていくのが、なんだろう、気持ちよくなってくるというか、あ、俺やってんな、みたいな。だから、そう、俺勉強してるっていう、そう、計画を立てるとなんか勉強した気になるんだよね。それに付随するんだけど、その自分が進まなかった日を考えないで計画を立てると大体終わる。毎日5ページやるっていう計画というか。でも、まあ、絶対なんていうか風邪ひいたりとか、なんか、まあ、やっぱ遊びに行きたくなったりとか、これ絶対あるわけですよ、人間なんで。でも、なんかその、そういう計画立てるの好きな人たちは、そこのあれを加味せず、その、毎日やるんだよね。そう。そう。で、そうすると、その、絶対借金が溜まってくるんだよね。そう。その、最初は、まあ、なんか明日、その、5ページの分を、足りなかった部分を、なんか、明日ちょっとやろうみたいな。明日やろうみたいになって、まあ次の日は何とかできても、それがもう1週間とか無理だから、その借金が一定を超えるともうやらなくなって、現実逃避とかで喫茶店とかで時間潰して、で、あとまた計画立てるよっかみたいな。完璧な自分がやっぱり、そう、完璧な自分で毎日やっちゃうから。そう、無理のないというか余裕のある計画を立てるのが実は大事なんだけど、全部 100% の自分でやるとかマジ無理だよね。だから7割ぐらいの自分でその頑張るように計画立てれば多分うまくいくんだけど、完璧に朝早く起きれて、完璧に集中する自分 で、 そので完璧に頭で入ってくる自分で計画を立てる。そうなの。なんかね、常に本当に予定通りに全てが進むと思ってるんだよね。まさしくそれがあの机上の空論っていう、そのイメージするとマジ自分すごくて。3つ目は、まあ2つ目と、まあ、結構ニアリーイコールというか、かなり近いんだけど、